椎茸の石突きを切り落とし、汚れを落としていきます。椎茸はこの土のようなものがついているところ、石突きですね。この辺で切り落とします。次に、傘の部分ですけれども、水で濡らすとプスプスになってしまいますので、キッチンペーパーを小さく畳んで、お水につけます。固く絞ります。固く絞ったキッチンペーパーで、椎茸の表面を撫でるように優しく拭いていきます。椎茸の場合はこのようにして椎茸の汚れを落としていきます。